私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。木村拓哉の1日6回公演という逸話に、キンプリの高橋山、神宮寺勇太がどういう計算なんだ？木村によると、休憩時間は唯一お客さんの入れ替えを行っている時間だけだったようで、神宮寺さんはそれを聞くと、1日に公演はまだまだ、と謙遜しきり、改めて木村は1日に6公演はおかしいって笑いと振り返りつつ、自身も経験があるだけに4つ日間で7公演はすごく大変だなぁと理解を示します。橋さんがまだ体力があるうちは頑張りたいと語ると、木村が即座に当たり前だよ翔とツッコミ、スタジオは笑いで包まれました。次回9月11日日曜日の放送も引き続き橋さんと神宮寺さんをゲストに迎えてお届けします。お楽しみに。橋さんからの、木村さんは昔1日に公演やられたことはなかったですか、との質問に、スマップ時代のコンサート、1994年1月1日に行われた日本武道館公演を振り返り、昔はやりました。1日に6公演、とあっさり答える木村。想像を超える公演数に、橋さんと神宮寺さんは声を上げて驚き、どういう計算ですか、と公演スケジュールに興味を示します。木村が学校の授業の時間割みたいな感じと話すと、二人は大笑い。木村曰く、9時45分頃に1公演目が開演し、お客さんの入れ替えを行って2公演目、3公演目と繰り返して6公演を行ったそうです。しかも全公演終了のすぐに会場を出て東京から大阪へ移動するというスケジュールに、2度驚く橋さんと神宮寺さん。キンプリアリーナツアー開催中、4つ日間で7公演というハードスケジュールに、木村は4日ね、計算がおかしいよね翔、それだけ需要があるってすごいよと驚きます。現在ニューアルバムメイドインを引っ提げたアリーナツアー、キング&プリンスアリーナと2022ケラメイドインからの新ただ中のキングリンチェプリンス。9月は神奈川横浜アリーナにて、9月16日かねから19日月祝いの4つ日間にわたり7公演を開催予定です。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。